All night carnival. Kind of はい。皆さん、どないしはりますかカラボンことカラボンでございます。ちょっとご無沙汰しておりましたね。えー、まあ、いろいろと紅葉情報とかも入ってきたんでね。いろいろやることいっぱいありまして。はい。えー、そうも言うてられません。ね、えー。たくさんお,お,お食べて頂戴しておりますんでね。えー、どんどんお答えしていきたいと思いまして。えー、本日、これ第11回ですね。確かね。はい。えー、数もわからなくなってくるぐらいになってきましたね。<laughs> まあまあ、バカなこと言ってんとね。えー 今日もねお便り紹介していきたいと思いますんで動画一つよろしくお願いいたします。えー、それではですねえー、ハンドルネームがね蜂えー、ねあのこの人をねむちゃくちゃ植物に詳しいでねもう鼻のもうなんやろもう あんた花ちゃんみたいなね <laughs> 人間ちゃんやろ花やろいうくらいねよう花のこと知ったはるんですわほんまにね <laughs> まあまあええわうんまあその方からねちょっと2つお便り頂い,いてるんでねどんどんパッパッといきたいと思いますんでえーっとカなボンさんこんにちはそしてカなボンさんの「オールナイトニッポン」お聞きの皆様こんにちははちみつ色のひだまりですえ今回 何かリクエストを頂戴ということだったので面白い企画を考えようと思ったのですがとっぴなものって全然浮かばなくて「ウフフ」って<笑>,、えー、笑ってる場合ではありませんねはい笑ってる場合じゃないですね <laughs> ごめんなさいねいいええー、むちゃくちゃノーマル え普通なのですが「えー、金門さん早速挑戦されますか <laughs> されますか?」って聞かれても何「何なん? <laughs>」「食欲の秋読書の秋スポーツの秋、えー、そして美しいお写真に感銘を受けて、えー、風景画像がアップされるとテンションが上がる私なんですがそこでいやーここまでの前書きは長かったですねほんま長いわ」<laughs>。 <laughs> 本題ですやっとかい、えー。秋の俳句を一句どうぞよろしくお願いします」えー「括弧単歌と間違えませんように五七五ですよんと「えー、PS 追伸ですね、えー「俳句といえば、えー、愛媛県松山市が有名ですか松山やああ松山や松山やなんて言わないでくださいね。 えー、パソの前で皆さんひっ,くり返りひっくり返りますから「ケラ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 」と書いてありますね。<laughs> 松山やあ松山や松山ねこういうのは入りましたね。<laughs> えっとは俳句ですねはいはいはいしてますよ俳句。あ,のーね、あまあ私数多い趣味の中でもう最たる。 得意とする分野やないかと思うんですけどねはいくったらあ、こう見ても昔松尾芭蕉と一緒に旅しましたからね <laughs> あの松盆かのボの中でしたからね <laughs> どないでしょうんだよな松盆今頃ないことをてへんなあそれぐらいもう俳句言ったらもう,、ええええ、もう任しておいてくださいよね <laughs> ほんまに <laughs> ねえまあ春とかね秋にこうなんていうかな山道とか湖沿いとか走ったら気持ちいいですよねってそらバイクやわらわらわらインターチェンジでね段ボールにこう東京とか大阪とか書いてねってそらヒッチハイクやがな <laughs> ねえほんまにあのおいしいんやね,ね結構ねオレンジジュース果汁100%でね <laughs> ってそらハイシーやあーまだ売ってんのかねハイシーって。 <laughs> すみませんボケがだいぶ外れてきましたねもうね遠くなってきたんでねほなーちょっとまあそろそろ真剣にハイ俳句でしょ俳句ね、うん、要は季語がいるんですよね俳句ですかね季語、うん、のその季節のね、うん、だから秋なんでしょうてはは秋の俳句を一句言うてはるから秋の季語を入れて五七五でいったらええわけでしょうん,うん秋深し。 秋,秋ふかしなんか言わへんわこんなんこんなん邪道やね秋の服やから言うて秋ふかしとか言うたらこんなもんもあかんへんわ物まねでね名前言うてるようなもんやね <laughs> こんばんは森進一ですって全然似てへんがな、うん、そうね秋秋ね、えー、うん秋って言うたらかかれかれ葉とかねうんかれかれ葉かれはまう枯れはまうかれ 枯れ葉散る夕暮れは来る日の寒さを物語これいつはか眉美の恋人よやがな枯れ枯れ葉ねいや別に枯れ葉にこだわらんでいいんだけどうんか枯れ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 葉見て枯れ葉見て,は見て思い出すのはああ もう <laughs> こ,これすごいやん季語2つ入ってんやんさつまいもも秋やんな <laughs> ほんで枯葉とさつまいも季語2つも入ってるやんこの俳句 <laughs> すごいやっぱね昔松本と一緒に <laughs> 旅しただけあるでしょ <laughs> えまあわからへんわこんな俳句なんかできへんてもうおもちゃばっかり言うてもうからんなおばあ <laughs> あむ,む,ちゃむちゃぶりはやめてほしいなひだまりさん。<laughs> こんなとこでよろししいでしょうかひまりさん <laughs> で、ね、この方ねあのもう一個もう一個頂い,いてるんですよあのお便りをあちょっと待ってください今出しますんでね、えー、あった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 えっ、ー、とね えー「オールナイトかのオールナイトって発音おかしなるかな <laughs> オールナイトかのボン」「オールナイトかのボン」オールナイオール「オールナイトかのボン」「まあええわオールナイトかのボン」「かのボンさんこんにちは」「お聞きの皆なさまこんにちは」「はちみつ色のひらまり」ですさて二回目のリクエストは「誰もが歌った同様です」「でんでんむしむしかたつむり」 これはよくご存知だと思います。えー、今回はこの曲に最後をしたいと思います。全然ムシムシ。え、全然ムシムシの歌詞にご注目ください。この人の歌より長いねさけど。<laughs> えー、この歌詞の母音にラリルレロのラ行を組み込み、にくさやな。ラリルレロのラ行を取り組み、歌ってください。えー、で、え、括弧で母音イコール、えー。え ラ行は例ですあ。ということよね「あで」の場合「ラ行」の母音はレ「れ、えーえーまあ」つまり「デレん」「デレンとなりますよわからんなこれえ意味がわからないといけませんので、えー、念のため歌詞も書いておきますねとまずは「ノーマルででんで虫」を歌ってくださいねその後、うん、こちらをどうぞよろしくお願いしますと書いてあるんでまあとりあえず歌ってみますね。 えまずノーマルですねでんでんむしむしかたつむりお前の頭はどこにある角出せやり出せ目玉出せはい デレンデレンムルシリムルシリカラタラツルムルリリリヘオーロガマラエレノロアラタラマラハラドロコロロニリアララルルツルツルノロダラセレヤリリリダラセレメレメレダラマラダラセレってなんじゃこりゃ <laughs> いかがでしたか案外面白かったでしょうそうか <laughs> ええー？息子たちが小さい時によく歌ってましたって書いてあるんですね <laughs> 何これこんなん初めて死にましたよでねえ死にました皆さん むるちりむるちり、からたらつるむるりり、ゆったいにくいな。おらまられるのろ、あらたらまらはら、どろころにりあるるる、うるういこういこういかいまんつるのろだらすれ、やりりりだらすれ、めれだらまらだらすれ。難しい、これ、かいぐちとに違いね、ちょっとね、これね。うん、キャリーぴゃみぴゃみみたいな。キャリーぴゃみャミみ言ええんわ、あんなもん。<laughs> <laughs> っていうわけで、えー「蜂蜜色のひだまりさんこ,うこんなんでよかったでしょうか」<laughs> えー、2つもね、あのー、<laughs> リクエストというかおたより頂戴いただきましてありがとうございましたなん、えー、だかんだ言ってね10分になりましたね、はい、今日はこんなもんにしときます。 今日もありがとうございました、えー。リクエストお便り頂戴しておりますし、えー、どんどん紹介していきたいと思っておりますけれどもまあだいぶねちょっと残りすくのになってきたんで、ね、ここらでまた何かね皆さんリクエスト入れてくれたら嬉しいなあなんて思ったりしておりますんでどうか一つよろしくお願いいたします。ははい、それではね、えー、また来週、ごきげんよう、さよなら。